逃げサバチャンネルへようこそおいでくださいました。本日は酸素3機器の設置からのスタートとなります。これがあればもから酸素が作れるね。そうなんです。これで状況が良くなる。酸素を作れば二酸化炭素をより下層に押し込めると、あまりやりすぎてもダメなんだが、調整していこう。ついでに壁も作って、部屋にしておきましょう。扉、壁で覆われていると部屋になる。設置物に応じて部屋の種類が決まるわけだ。隊員たちが寝ている部屋は宿舎ね。お、藻が配達されてきた。いよいよ稼働開始だ。おお、ブクブクいってるね。頼もしいわ。ついでに研究成果の食卓も設置しておこう。床での食事が終了ね。ちなみに部屋は食堂にするの？いや、食堂の上位互換の大広間にしておこうと思う。これもネットで見かけた意見なんだけど。大広間の設置物にはまだ作れないものがあるけど、その辺は後回しにするわけね。そのつもり。食卓ができたら割り当てもしておかないとね。忘れないようにしましょう。さて、翌日。マックス隊員が来た。採掘もしてもらおうか。タイル作りに来たのか。足が遅くてもよく働くな、マックスは。努力家なのかも。あれ、その作業は危なくないか？ま、マックス隊員、落ちたら怪我すると思うけど。で、そっちに逃げるのかよ。いや、マックス隊員、なんというやらかし。まあぶっちゃけると今のは指示が良くないんだけど。まあな、2ブロックしか上がれないから逃げ先は左上しかなかったんだが。それにしても普段のキャラから考えるとやらかしに見えるね。まったく、困ったやつだ。救助用のはしごを設置しよう。材料だけ届けるからあとは自分で作って帰ってきなさいよ。ちなみにこれがよくある事故です。遠方でやらかすと、孤立していてもわからないことがあります。左上のメッセージを見逃さないようにしないとね。作業に当たれないと待機あり、と表示されるわ。食事時になっても帰ってこないなと思ったら、帰宅用の経路が砂で埋まって孤立してたとかよくある。帰宅経路上の崩落物を自動で掘る、っていうモッドがあるから、これが嫌な人は導入しても良いかも。うちで試験的に導入してみても良いかもね。そうだね。お、エリーが材料を届けに行った。エリー隊員も散々ね。さあポツンと佇むマックス隊員。反省しているようにも見えます。どういう心境でしょうか。聞いてみたいところです。お片付け中。そろそろ次の支援物資が来るな。次は何が来るかなー。良いものが来ると良いんだけど。あ、除夜の獅子があるじゃん。部屋の装飾に使えるよ。お、そだな。鉢植えに使えば環境値を改善できる。もらっときやしょう。除夜はジャンピング除夜という正式名称で、世話をする人が嬉しくて飛び跳ねるという意味だそうだ。なんか怖いわ。変な成分とか出てないでしょうね。わからん。そこは否定して。お、大広間での食事だ。装飾品として鉢植え、娯楽としてウォーターサーバーを設置したよ。大広間はサイズが一定以上、かつ娯楽と装飾品が条件です。おや、ミールライスが咲いたわ。うねうねと虫のようなものがうごめいておる。これ多分アジア系を茶化したジョークなのよね。英語でお米はアールデライス、シラミはエルデライス。アジア人はシラミを食べるのかい？なんてジョークが昔はあったらしいが。今はさすがにないでしょうね。朝っぱらから秘宝です。トイレが満タンになりました。一箇所が使用停止になってますね。やえい、トイレは一定期間ごとにメンテが必要です。今回、作業に当たるのは誰かな？悲惨な作業だが頑張っていただきたい。かなりしょっぱい顔してますな。そらそうだろうな。それとこの作業、時間を食うから困るんだよな。ページの進み具合を見ればよくわかるわ。やえい、トイレの右側についてるゲージがタンクの容量を示している。これが上まで来るとメンテが必要になるわけね。そういうことです。次は採掘の状況を見てみましょうか。現在は下層を少し採掘してるとこだな。ここはどう使うの？研究用の施設と、ついでに試験的な栽培場にする予定。ふむ。次は作業優先度量を見てみよう。現在は何も設定してない状態ね。デボンが特性のせいで攻撃ができない、と。基本的に戦闘するゲームじゃないけど、野生動物に攻撃を仕掛けることができる。邪魔な動物を始末とか、素材を手に入れたい時に使う感じね。ここで優先度を設定できるようになってくると作業がスムーズになる。ついでにスキルツリーもご覧いただきましょうか。これが現在のマックスのスキルツリーだな。ハートマークがついているのは興味があるスキルだ。これを身につけるとボーナスを得ることができるわ。隊員たちには士気、というパラメータがあり、これが高いと色々に恩恵がある。逆に低いとストレスの元になるね。うまくボーナスを活用していきたいとこですな。それと、大体の作業はスキルが必要になる。料理でも農業でも、畜産でもそうだね。序盤から今後の展開を睨んでスキルを選ばないとな。どういう割り当てにしようかね。そうだなぁ、作業が停滞しないようにしたいけど、悩みどころね。
させ、ここで食中毒菌に触れておこう。今、トイレを消毒してるのが菌への対策ね。隊員たちは施設が一定数以上に汚染されると、自動でそこを消毒してくれる。今、表示を切り替えたのが病原菌レイヤーね。病原菌や、花粉の有無を見ることができるわ。この場合、黄色い粒子が付着してるのが、食中毒菌による汚染を表している。移動してる隊員たちも、彼らが触れたものも汚染されるという恐ろしさ。そしてトイレの隣にあるのが堆肥置き場だ。トイレの中身をここで堆肥にして、農業に利用できる。汚染は除去されるんだっけ？確かそうだ。遠慮なく使える。便利ねー。支援物資が来たぞ。お、今回は何が出るかしらね。良いのが出てくれるといいけど。ガチャだからな、完全に。お、オキシファンがあるじゃん。これは二酸化炭素を吸収して酸素にしてくれる植物だな。当たり前だろうがと思いたいけど、ここ特殊環境なのよね。今まで縁がなくてあまり使ってこなかったけど、植えてみようか。なんだっけ、堆肥だか土だかを定期的に必要とするのよね、確か。ああ、それで他の二酸化炭素への対策と効率を計算してみようと思ったきりだ。素材の消費速度と、二酸化炭素の始末量を比較したい、と。とりあえず図鑑だ図鑑。この図鑑ではゲーム内の要素の詳細を見ることができます。どこだ？もっと下よ下。ああ、出てきた出てきた。必要な大気が二酸化炭素。そんで土が1サイクル4キロ、水が19キロか。始末量が1秒で625ミリグラム。水の消費量エグいくね。エグいです。これ序盤にはまずいんじゃないのかな。いろいろと余裕が出てから使うべきかな。少なくとも水の供給源が欲しいとこざます。悩ましい。チャンスがあれば植えてみても良いと思うんだけど。そうしましょうかね。配達の手間もあることだし。まあダメだったら掘り起こせば、枯れることなく無限に使えるからな、ここの植物は。異次元植物現る。スキル獲得のお時間です。さて、どういう割り振りでいきましょうかね？エリーに筋力強化、デボンに建築改善、マックスに農耕改善でいこうかと。その心は？まずは式の問題だな。それと、農耕改善は畜産につながる。畜産がやりたきゃ必須なわけね。そうなんです。いずれは全員に運搬改善をつけたいとこね。運搬量が400キロ加算される。絶対にいるよな。絶対でごぜえやす。あとは研究も欲しいな。芸術関係は後回しだ。あとはマックスに超硬質採掘ね。これはバイオームを包んでいる鉱石を掘れるスキルね。これがないとバイオームに突入できないからな。さらにスキルの追加と帽子を配りますよ。デボンに高度な研究スキルね。これはスパコンを使った研究に必要だわ。ついでに帽子、これは雰囲気アイテムなのかな。取得スキルに応じた帽子をかぶってもらえる機能だ。士気が上がったりするのかしらね。嬉しそうにするからな、あるんじゃないか。それぞれに割り当てて、と。スキルがない初期状態だとかぶれないのよね。そうなんよな、まあこれがなくてもキャラの見分けはつくんだけど。うちはまだ王女帯じゃないからね。お、早速にかぶってるな。つかお前かマックス。めっちゃ嬉しそうね。隣のエリーのゲロまず顔が際立つわ。そしてエリーもかぶる。いいデザインだなこの帽子。エリーに似合ってる気がするわ。おし、じゃあ切りも良いし今回はここまでにしようか。はいよ。本日の動画は以上になります。もしよろしければ評価、チャンネル登録などいただけますと動画作成のモチベーション向上につながりますのでよろしくお願いいたします。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。